おはようございます。血売りです。ここは何駅かと言いますと、阪神電車尼崎駅になります。あちらからやってきたのは近鉄電車阪神生線を経由して尼崎駅とやってまいります。今日は12月の26日日曜日、12月の大寒波ですねが来る日なので、とても寒いですが撮影を行っております。近鉄が2本並ぶので、ここがまさか阪神の駅だとは思いにくいような状況ですが、高齢者ここで折り返してまた反対方面、難波方面、そして奈良方面へと発車していくわけです。ではですね、ここの尼崎駅を発着する様子見ていきましょう。ただいまあのようにですね、もうすぐ夜明けが近いということで、今6時30分ですね。朝6時半です。もうね、夜が明けてくるという時間帯、阪神電車の尼崎駅、隣は大門駅、そして出屋敷駅です。隣の大門駅まではこの近鉄方面に行く阪神難波線と同じ区間を走ります。しかしね、25席区間というものがありまして、25席区間というのは同じ区間なんですけども、実は駅は同じでも区間も同じでも走ってる線路が違うんですね。だから難波線と阪神本線ということで、次に1番線に来る列車は先発6時41分発大阪梅田駅、そしてこちら6時43分普通大阪梅田駅、ここで退避するんでしょうね。はい、奥に見えていきますのは阪神電車の8000系ですね。あちらの列車は尼崎の車庫から、来たものになります。あちらは、現在6時半ですが、これから運用に着くといった形ですね。朝から鳥が鳴いてます。で、奥からねまた列車がやってくる、来ないね、まだ全然来ないや。はい、あちらの発信機停止しました。多分今から運用に着くんだと思います。そして一番向こう、6番線ですかね。6番線には普通5700系、あれはおそらく高速神戸駅かながやってまいりました。この駅では普通電車と、それを追い抜く特急、直通特急の退避が常に昼頃から行われておりまして、日中も行われております。ですから今日のような日曜日のダイヤでも行われているわけです。やもなくあちらから尼崎発、大阪難波駅かな、違います、東生駒駅の普通電車がありますけど、あちらは近鉄の車両です。近鉄の車両はあんま詳しく知らないので分かりませんが、まもなく発車していきます。この尼崎駅、なかなか普通の駅では見られない面白いことが起きますので、そちらの方、見せていきたいなと思っております。まもなくですね、次のこちら側に来る、上り方面の列車を待ちましょう。次の列車は6時43分ですね。ただいま6時34分と言ってたら、あちら側の発線機が動き出しましたね。多分あちらは回送で、どっちだろう、神戸方面に向かうのかな。で、途中から特急として着くのか、急行として着くかもしれない。あれ急行として西宮尼崎間をあれするかもしれません。わかりませんね。とりあえず回送とだけ書かれております。一番奥に止まっているのは阪神の5700系です。こちらには大阪梅田方面、1時間にね、6本の普通電車、そして急行電車、それから特急電車、そして直通特急が走っております。山陽電鉄に乗り入れている1時間に4本直通特急がございます。先発6時41分発、そしてこっちは6時43分発。普通がここに先にやってきて、その後直通特急が来ます。で、そうすると普通列車が直通特急が発車してから普通が発車するというふうな流れになっております。到着の案内とともに東生駒駅の列車がまもなく4番線に到着する、あ、3番線ですね、3番線に到着しますという放送が、入りました。あ、こっちから出てきたんだ。じゃあ江東駅始発なんだ。普通東生駒駅。お、あちらには山陽電鉄の5700系電車かなが来ました。あちらは5000系のリニューアル車ですね。結構動画に入る場面も多いです。さて、あちらの電車直通特急が来ましたら、直通特急は先に出発して、その後また来るみたいなね。ちなみにここ面白いんですけど、この1番線2番線というところは実は6両までしか対応してません。阪神本線は6両までしか電車走っていませんが、この阪神難波線方面は9番線10番線を走っているわけです。2番から5番。ではこの尼崎駅の一連の流れをお伝えしましょう。まず尼崎駅2番線に普通電車、そしてこちらで退避が行われますけども、その退避のためにやってきた優等列車に道を譲るこの普通電車がやってきます。こちらは大阪梅田駅6時43分発普通列車です。各駅に停車する列車ですね。5700系列車が到着しまして、扉が開きます。それとですね、この列車ここでしばらく停車します。なぜか知らないけど、向こう側の普通の反対側の扉もね、開くんです。実はこれ両開きになっております。どちらもあちらにやってきた普通電車、そちらを追い抜かす形で、今度この1番線に直通特急がやってまいります。ではその特急がやってまいります。そちらの様子をご覧ください。鳥が飛んでおりますね。ではなぜあちら側の普通電車が両方扉が開いて、このホームが2つ接続されているのか、その様子がね、分かる動画になっております。では直通特急がやってくるとね、その理由が分かるんですけども、勘のいい方はね、多分ね分かると思うんです。勘のいい方とか地元の方とか、よく利用している方とかは分かると思うんですけど、まもなく大阪梅田駅の直通特急かなが参ります。その直通特急は大阪梅田まで参りますが、ここで普通電車に道を譲ってもらうという形になります。さて、直通特急が到着しました。普通電車から乗ってきたお客さんが続々と乗り込んでいきます。それと同時に降りていく人たちも直通特急から降りて、今度普通電車の方にやってくるんですね。で、人が入ってくるとね、おっと、普通電車に入ってきた人が左側から出てるじゃないですかという感じなんですけども、実はこれ直通特急からあちらの東生駒駅、阪神難波線方面に行く列車のために用意されたもので、普通電車はわざわざ階段を降りて登らなくてもいいように設計というか、ホーム代わりになってるんですね、一種の。ですから通勤客などは、あそこを通って、阪神難波線へ上下の移動が少なくて済むようになっているという、そういうわけでございます。本当にね、これはよく考えられた、そして日本でもね、なかなか少ない乗り換え方法だと思われますね。で、この直通特急から乗り換えた人たちは東生駒駅に乗車するわけです。そしてこの直通特急は発車。山陽電車と直通している山陽電鉄ですねの5016系です。直特大阪梅田と書かれた列車、山陽電車の車両はですね、クロスシートの車両が一部ありまして、その車両阪神ユーザーにはとっても人気の、列車でございますから、山陽電車のこれがクロスシートが来たとなると、みんな大喜びするわけです。もうね、なんか夜は明けてきましたね。そして乗り換えホームに使われたあの5700系はまもなく発車します。扉が開きます。ご注意ください。こちら側が先ですね。阪神難波線方面に行く列車、こちら乗り換えが完了したので、これが発車します。それと同時に、あちら側にいます普通電車をまもなく発車します。2番線から電車が発車します。ご注意ください。2番線から電車が発車します。ご注意ください。列車の中でホームからホームが、両側についている投炭式ホームと呼ばれるものはたくさんありますし、数多くの駅で、その方式が採用されていますが、この駅は一味違います。投炭式ホームみたいな感じで、両側にホームがあり、さらにそこからホームからホームへの乗り移り、言ってみれば乗り換えができると、そういったものになっております。では本日は阪神電車尼崎駅の一連の流れ、駅についてご案内いたしました。ではこの辺で終わりましょう。皆様ご視聴ありがとうございました。では次の動画をご覧ください。